はい、実況させていただきおります。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、リクエストをいただいた未来神話ジャーバスですね。ファミコンソフトですね。こちらやっていきたいと思います。このゲーム僕持ってんですけどね。アクションロープレっぽい感じで。なんかこのゲーム確かね、ファミコンで一番最初にバッテリーバックアップを搭載したゲームとかじゃなかったかなって気がするんですけども、そういう印象しかないんですけど、僕はね。アクションロープレイですね。なんか宇宙人っぽいですね、これ。宇宙服着てるみたいな感じに見えますね、なんか。特になんかゴリラが宇宙服着てるみたいに見えますね。いや、これで僕ゲームソフト持ってるんですけど、あんまりやってないんですよね。あんまりやったことがなくてですね。アクションの遅れって感じですね。コブラっぽいな、これ。これでもね、一応クソゲー扱いされてるゲームみたいですけどね。神話だからちょっと SF っぽい感じなのかな、世界観としては。こう横から見たらこれナイフを振り回してるように見えるんですけど、こっちから見るとなんかちょっと違うな、振り回してるようには見えないといえば。体力が、体力 9?探索、道具、魔法、仲間。対等のゲームなんですね。これほぼ僕初見に近いかもね。持ってるけどほとんどやってないもんね。多分なんか、まあ、やったことあるような気もするけど、あんまり覚えてないな、そのあれをね。骨ですね、これ。あ、親帰ってきましたね。すいません。じゃあちょっとね、ちょっと、親帰ってきちゃったんでね。今回これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。これはもうあれですね。また次回やろうっていう感じもしないですね。確かになんかね。最初に何をやったらいいのかがいまいちわからないし、終わった。はい、ゲームはですね